ベルトンはアメリカ合衆国テキサス州中央部に位置する都市。週刊高速道路 I-35 沿い、州都オースティンと A コの間、テンプルの西隣に位置する。人口は18,216人。ベルトンに軍長を置く、ベル軍を中心に、3軍にまたがるキリンテンプル都市圏は405,300万 5, 300人の人口を抱えている。また、ベルトンは、 メアリー・ハーディン・ベイラー大学の大学長でもある。ベルトンの長官図教のベルトン氏、及びベルグンがある、この地には、紀元前6000年にはすでに人類が住み着いていた。スティルハウス・ホロー湖やベルトン湖の近隣では、野営地やカイズカ、紛糾ボといった古代に人類が住み着いていたとする根拠となるものが、発掘されている。この地に最も早くから住み着いていたのは、 バッファローを徒歩で追っていたトンカワ族であった。その後、この地にはリパン・アパッチ族、ウェイコー族、ナダコ族、カイオワ族、及びコマンチェ族が住み着いてきた。1840年代頃までには、それまでこの地に住み着いていた先住民はほとんど追い出されたが、コマンチェ族との小競り合いは1870年代に至るまで続いた。1850年、 この地に一つの町が創設され、アイルランド系テキサス人探検家、フィリップ・ノーランにちなんで名付けられたノーラン・スプリングスから名をとって、ノーラン・ビルと名付けられた。翌1851年、当時のテキサス州知事、ピーター・ハンズ・ボロー・ベルの名を取った、ベル軍が創設されると、この町に軍長が置かれ、ベルトンと改名された。1860年には、ベルトンは、 ベル軍内で最大となる300人の人口を抱えた。南北戦争に至るまでは、ベルトンには、新北軍の少数派が多く、ホイック統計で、テキサス州の連邦脱退に反対の立場を取るインディペンデント氏が観光され、また連邦脱退に強く反対したサミュエル・ヒューストンの知事就任を支持する者が圧倒的に多かった。しかし、1861年に、ベル軍は、 連邦脱退を支持し、多くの住民が南軍側について戦った。南北戦争終結後、ベルトンの治安は悪化した。1866年、北軍の支持者がン地に会い、市の連邦判事を守るために連邦軍が動員された。レコンストラクション後、牛の運搬路となったチザムトレールに近かったことから、市は地域における、 公益の中心地へと発展していった。1868年、ベルトンのユニオ日曜学校のマーサ・マックワーターは、当時テキサス唯一の女性の共同体であった、ベルトン女性共同体を創設し、ホテル等いくつかの事業を始め、成功させた。しかし、1899年に、この共同体は資産を売り払い、メリーランド州に移転した。 1880年代、ベルトンは急速な発展を遂げ、ベル軍長者やメアリー・ハーディン・ベイラー大学の校舎が建てられた。しかし、1881年に敷かれた鉄道は、ベルトンを迂回し、駅はテンプルに設けられた。1904年の時点では、ベルトンは3700人の人口を抱えていた。1928年には、ベルトンは、 人口6500人を数えた。しかし、翌1929年の世界恐慌は死に壊滅的な打撃を与え、1931年には人口3779人と、わずか3年でほぼ半減した。その後、第二次世界大戦が開戦すると、1942年にフォートフットが置かれ、この地域の人口と経済活動は急増した。 1950年の国勢調査時には、ベルトンは人口6246人を抱え、世界強行前の水準にほぼ回復した。その後も人口は増え続け、1990年にはそのほぼ倍の12476人、2010年にはそのほぼ3倍となる18216人の人口を数えるほどに成長した。 ベルトンコベルトンは、北緯31度3分22秒成形97度27分48秒、北緯31.05611度成形97.46333度、31.05611-97.46333 31. に位置している。市は、テキサス州中央部の週間高速道路 I-35 沿い、 ウェーコの南6 8シュ州都オースティンの北9 7トルに位置する。アメリカ合衆国国政調査局によると、ベルトン市は総面積51.7平方キロメートルである。そのうち49.0平方キロメートルが陸地で2.6平方キロメートルが水域である。総面積の5.08%が水域となっている。市の北東には、 ブラゾス川水系のレオン川が流れ、隣接するテンプルとの市境になっている。市の北端には、レオン川をせき止めて作られた、人造湖で、ベルトン、テンプル漁師の水道水源ともなっている、ベルトン湖がある。このレオン川の支流であるノーランクリークは、市の中心部を流れており、ベル州庁舎のすぐ南を流れる。地域は I-35 沿いにさらに南へ。 サレード村の近くまで伸びている。市中心部の標高は157メートルである。ベルトンの気候は蒸し暑い夏と乾燥して日中は温暖なものの夜になるとやや冷え込む冬に特徴を付けられる。欠片の気候区分ではベルトンはアメリカ合衆国南部に広く分布する温暖湿潤気候に属するものの実際は熱帯性に近い気候である。 気候についての詳細は、テンプル気候を参照のこと。ベル州庁舎は、ノーランクリークの北岸、南北に通るメインストリートと東西に通るセントラルアベニューの南東角に立つ。南北に通る通りは、セントラルアベニューを境に、北と南に、また東西に通る通りは、セントラルアベニューを境に、西と東に分かれる。すなわち、ベル軍庁舎が、市の中心となっている。 セントラルアベニュー以北には数字のついた通りがいくつかあり、ファーストストリートから順にセントラルアベニューから離れるほど数字が大きくなる。ベル群庁舎ベルトンはシティマネージャー性をとっている。市の立法機関である市議会は市長及び6人の市議員からなっており、共に任期は2年である。市議会は行政実務の最高責任者であるシティマネージャーや市所機関、 市弁護士、市判事を任命する。また、市議会は予算を承認し、税率を決定し、市検証及び、州法の定めるところに基づいて購買及び契約を承認する。ベルトンを含むキリーンテンプルと市圏の玄関口となる空港は、キリーンの南西約 11km、ベルトンの中心部からは西へ約 35km に立地するキリーンフォートフット空港である。 この空港はロバート・グレー陸軍飛行場と施設を共用する軍民療養の空港である。同空港にはアメリカン航空によるダラス・フォートワース便・ビンよびユナイテッド航空によるヒューストン便が就航している。より規模が大きく、便数の多い空港としてはオースティンのバーグストロム国際空港があり、ベルトンの中心部からは車で1時間強である。また、 ベルトンの中心部からダラスフォートワース国際空港へ直接車で行っても2時間半程度である。市中心部の南では、週間高速道路 I-14 が I-35 と分岐、合流する。I-35 は、ベルトン市域を南北に縦断し、中心部の東を通る。I-35 は、メキシコとの国境の町ラレドから、ミネソタ州ダルースへと、 合衆国中央部を縦断する幹線で、テキサス州内においては、サンアントニオ・オースティンとダラス・フォードワーストを結び、州の人口の約三四が集中する、テキサストライアングルの一辺をなす重要な道路である。i 十四は、アメリカ合衆国憲法修正第十四条に、ちなんで、週間高速道路番号が振られたもので、ベルトンからキリーンへと向かう区間が2017年に、 1> 第1機として開通した。ベルトンには、グレーハウンドの便はないが、同社と提携している、アロートレールウェイズのバスが、キリーンからテンプルを経由して、ウェー国間は1日2便、キリーンからオースティンを経由してヒューストンまでは1日1便、運行されている。また、テンプルには、アムトラックの駅があり、シカゴとサンアントニオを結ぶテキサスイーグル号が、北行 南行とも1日1便停車する。この列車は、週3便は、サンアントニオで、サンセットリミテッド号と連結し、ロサンゼルスへと向かう。キリンテンプル地域の公共交通機関としては、ヒルカントリー交通局がザ、ザホップという路線バスを運行しており、ベルトンにも、市内循環の1系統を運行している。また、テンプルとハーカーハイツを結ぶ200は、 ベルトンの中心部の南にある南軍公園に停車する。メアリー・ハーディン・ベイラー大学メアリー・ハーディン・ベイラー大学は市中心部のすぐ北に340エーカーのキャンパスを構えている。同学は1845年にベイラー大学と共に創立したバプティスト系私立大学で1866年にその女子部がベイラー女子大学として分離独立。 1886年にウェーコからベルトンに移転してきた。その後、1971年に教学化し、1978年に現象に改められた。同学は、教養、経営、教育、看護、芸術、キリスト教の6学部を有し、学部に40、大学院修士課程に8つ、博士課程に3つの専攻プログラムを有し、 約3900人の学生を抱えている。メアリー・ハーディン・ベイラー大学は、US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは、西部の地方区の大学の中で50位前後という評価を受けている。ベルトンにおける K12 かほどは、ベルトン独立学区の管轄下にある、公立学校によって、主に支えられている。同学区は修学前教育校一校、小学校9校、 中学校3校、高校2校を有し、約1万1人の児童、生徒を抱えている。以下にベルトン市における1870年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。なお、キリーンテンプル都市圏全体の人口については、キリーン都市圏人口を参照のこと。ベルトンは、日本の宮崎県海老野市と姉妹都市提携を結んでいる。 ありがとうございます。